いや、これ麺出るんだけど、え、これ結構無理じゃない？どうしたらいいのこれ。ここ取れかかってる。熱い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 。あ、でもお湯ちゃんと捨てないと、なんかお湯捨てないとなんかお湯っぽくなっちゃうから。いや、不正はないって。あ、意外と1回でいけそうこれ。早く、熱い。オッケー、湯切りオッケー。いや、麺なんてほら全然出てない。こんな細かいやつよ、細かいやつしか出てないって。ほらほら、全然出てないじゃん。こんな細かいカスみたいなのがちょっとだけ、ほんとちょっとだよこんなの。ほんとにほら全然ないじゃん。麺中麺があったらこう取れるでしょ、こう掴めるでしょ。ほらないでしょ。カスみたいな、カスみたいなのがちょっとだけだよ。じゃ、ちょっとこれ一回捨ててくるんで、ほら。薬性はないって。おし、よし、うん、うわ、やべえ、これはやばい、これはやばい。え、これさ、ガチでさ、本当のさ、本当の真のフードファイターじゃないと食えないやつでしょ。本気のガチのプロのフードファイターじゃないと食えないやつだよこれ。それぐらいの量がある、これ。これやばくないっすかこれ。なにこれ、頭おかしいだろこんなの。やば。あ、ソースうまっ。息子食った？嘘で、こんな食えるやついないって。こんなの、こんなん多分本当の真のフードファイターとしかじゃないと食えないよこれ多分。フードファイターとして食っていける人しか多分これ食えないと思う。うわ、これやべえ、これはやばい。なんか想像よりも多かった。こんなんなんかちょっとしたなんか屋台の焼きそばの鉄板の上だよこれ。本当にちょっとしたなんかお祭りとかの野菜の、野菜じゃないわ、お祭りの鉄板の上だよ焼きそば屋の。普通にこれでなんかお客になんか何杯も配れるよこれ。商品として何個もこれ出せるわ。一人用じゃないよこれどう見ても。やっぱ、いや、これは無理だ、これは無理だ。これは無理だと思う。タイムアタック、一応タイムアタック的な感じでやる。多分無理だと思うけど、どっちにしろ。あ、やべえ、これスパイス先に入れればよかった。まあ、いっか。
オッケー。よし、じゃあ行きますか。行きますか。一応時間計る。一応タイマー、ちょっと待って、ストップウォッチ、あれ、ストップウォッチ一応測る。タイマー一応測ります。一応測っときます。じゃあ一応測ります。これ本当にやばいっすよ。これ量伝わるかな。これマジでやばいよ。マッキーがこのデカさだからね。お、閲覧1000超えたね。もしじゃあ行くか。行きますか。一応タイム測っとくか。行きます。一応タイム測ります。スタート。
なんか食ってるつもりなんだけど自分ではすげえ食った感あるんだけど、なんでこんな減ってないんだろう。いや、ちゃんと食ってるけどな、うん、ああ、マジか、これマジか、これマジっすか。うわ、きつ、初見です、どうも、これマジか。うわ、うわ、これきつ、これきつい、こんなん食えるやついるの、マジでこんなの食えるやついるのこれマジで言ってんの、こんなの食えるやついんのか、世の中に。いやいや、一個以上食って、ノーマルなの一個以上は食ってるって。いや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 。うん、違う、これ、元がでかすぎるから、食ってないように見えるだけだって。絶対、ノーマルなの一個以上は食ってるよ。絶対食ってるもん。あ、きつい。そう、なんかちょっと味が薄いんだよね。だからちょっとマヨネーズも結構。ソース、なんかさ、ソースが少ない気がする、これ。麺の量に対してソースが少ない。絶対もうこれ一個以上は食ってるよ、うん、だってさ、普通のノーマルのペヤング食ってこんな腹いっぱいになってこないもん。これ別にペヤング一個で腹いっぱいになんないもんだって。それがもう結構きついからね、うん、ほら、そこが見えてきた、ほら、そこが見えるっすよ。ほら。そこが見えてきた、ほら。水ついでくる、これ不正はないから、水つぐだけだから。
これはきつい。いやだから絶対1個分以上は絶対に食ってるから、1個食っただけでこんなお腹いっぱいになんないもんだって。元の量がありすぎて減ってないように見えるだけで1個どころじゃないって、もう絶対それ以上食ってるから。いや 1個でこんなお腹いっぱいになんないもんだって